3月9日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて73円と42銭安 24,717 円53銭でした。トピックスは 0.97 ポイント安の 1758.89 でした。両指数ともプラス圏で推移する時間もそれなりに長かったんですが、引け間際になってマイナス転落、それぞれ小幅安で終えています。東証一部全体の 55% に当たる1209銘柄が下落しました。上昇したのは全体の 40%、 886銘柄ということで、どちらかというと、下落銘柄の方が多く、指数も小幅安というのが東証一部でした。新興市場マザーズ指数が 12.05 ポイント安 1.7% の下落、日経ジャスダック平均は3円と94銭高 0.1% の上昇ということで、4つの指数の中ではジャスダック平均だけがプラスを保って引けています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価1日の動きで見てみますと、プラス圏で推移している時間の方が圧倒的に長かったんですけども、2時を過ぎたあたりから、一気に、まとまった売り物が出まして、結局はマイナス転落して引けています。この2時過ぎのあたりから、上海ですとか香港といったアジア市場の軟調さが随分目立つようになりました。それに加えて、もしかしますと、今週の金曜日というのは3月の第2週、11日ですね、メジャー SQ でありますので、今日は SQ 前の水曜日ということで SQ に向けた、ポジションを、最後に締めると調整の動きもあったのかもしれませんが、2時過ぎから、かなり、売り物に押されまして、結局は現物指数もマイナス圏で大引けを迎えています。こうした中で個別銘柄の値動きでありますが、市場全体がなんとなく、底堅い中で最後に売られたというところでは海運株もそのような動きでした。9107川崎汽船、海運株もプラス圏で推移している時間帯がありました。海運市況の好調さが続きそうだなどというレポートが相次いでいまして、投資判断の引き上げなども一部の証券会社に見られています。こうしたことから海運株それなりに強含む時間帯もあったんですが、結局は引けでは100円安 1.2% の下落となっています。逆に金ですとか非鉄金属関連ですね、こうしたことロシアによるウクライナ侵攻後は金価格が上昇を続けていまして、ついにゴールド価格ニューヨークで2000ドル突破してきましたが、それを受けて金に関連するような上場投資信託も東京市場でも物色され続けています。1540純金上場信託ですね、こちらが198円高 2.8% の上昇ということで、金価格に補調を合わせるように一気に上値を更新し続けているといった格好であります。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。